町。首都は洛陽。宋氏の王朝であることから宋高氏、あるいは北魏に対して前魏とも言う。45年間しか続かなかった王朝だが、成立の基礎を作った曹操の時期の政権である、曹操政権合わせて論じられることも多い。魏、蜀、呉の戦国史を描いた三国史などで後世に伝わり、日本で魏は卑弥呼を記述した魏志倭人伝で知られる。また、昭和に吉川英治が表した三国史をはじめ、この時代を描いた小説は今なお、日本で人気があり、そのため知名度も高い王朝である。後漢末期、黄巾の乱が起きた後、皇帝の統制力は非常に弱まり、董卓の専横が始まるも、部下の呂布に殺され、軍友割拠の状態となる。その中で台頭したのが曹操であった。反董卓を掲げて挙兵したことを皮切りに活動を開始した曹操は192年、遠州牧となった。その遠州で、西州から来た、黄巾族の兵30万人、非戦闘員100万人を投降させて、自分の配下に収めた曹操は、急激に勢力を拡大していった。196年、曹操は、屯田制を開始し、流民を集めて耕す者がいなくなった農地を、耕させた。曹操は検定を、自らの本拠である巨匠に迎え入れ、董卓の元配下であった李閣、呂布、趙縫などの勢力を滅ぼし、200年には、関渡しの戦いで、袁紹を破り、207年には、袁氏に味方する騎馬遊牧民族の右岸を打ち破って、中国北部を手中に収め、五漢の上昇となる。208年、曹操は、南方の孫権、劉備連合軍を攻めるが、周囲の家計により敗れ、飢餓と疫病も重なり非常に多くの兵士が亡くなる。同年、南軍を守備していた曹仁が周囲に敗れ、孫権の支配下となった。また、劉備が、慶州の南部4郡を制圧し、曹操、劉備、孫権の三者定律の様相を呈した。建安16年、曹操は馬超をはじめとする漢中の軍閥連合軍を破った。その後、曹操軍の夏侯淵らが、漢中の軍閥連合軍の残党を制圧した。212年、曹操は、孫権征伐の軍を起こしたが、1月はあまり退治した、後撤退した。213年、曹操は従軍をもって、魏公に封じられた。216年、さらに曹操は、魏王に封じられた。当時、皇族以外には、王の位を与えないという不分律があったのにも、かかわらず、曹操が王位についたということは、すなわち簒奪への前段階であった。しかし曹操は存命中は、皇帝位を奪わずにいた。215年、曹操は、漢中の長老を降伏させた。その後、曹操軍は、数年間にわたり、益州を制圧した、劉備軍と漢中周辺で激戦を繰り広げた。216年、曹操は自ら軍を率いて再び、孫権政党に赴いた。約半年間退治した後、孫権が和睦を申し入れたため軍を引いた。219年、漢中を守備している、夏侯淵が劉備に討ち取られ、曹操自ら漢中に援軍に出向いたが、苦戦し被害が大きくなったので撤退、漢中を劉備に奪われた。また、劉備の武将の関羽が北上して、曹操の勢力下の繁昌、襄陽を包囲し、曹操の武将の右近が率いる7軍を壊滅させ、曹操の武将の右近、報徳を捕虜とした。曹操は、芝居、諸渉の提案に従い、孫権と同盟を結び、徐晃らを派遣して、関羽を破った。220年、曹操は、病のため死去し、武王と、送りなされた。曹操のこの曹丕が、魏の皇帝になると、太祖武皇帝と、追号された。220年、曹操が死ぬとともに、曹操の子である曹丕が、魏王と五漢の上昇の地位を継いだ。同年のうちに、曹丕は、五漢最後の皇帝となった検定から禅譲を受け、土徳の王朝のため、一国であった、五漢の都の美の名を洛陽に戻して、都とし、魏の皇帝となった。翌年に、蜀の劉備も対抗して、皇帝を称し、さらに229年には、呉の孫権も、皇帝を称し、一人しか存在できないはずの皇帝が三人、並び立つという、かつてない事態になった。文帝は、九本管任法を実施し、中諸省の設置など諸制度を整備して、魏の体制を完全なものへと移行させた。しかし、九本管任法の影響により、五漢から形成されてきた、豪族層が貴族化し、官職の独占を行うようになった。この問題は、魏の時代はまだ短所が見えた程度であるが、後の精神になってから深刻化した。また、222年に魏は三方向から呉を攻め、曹休が、旅藩を破り、曹真、夏侯尚を、張羅が公領を、包囲攻撃し、孫政、諸葛瑾を破ったが、曹仁が、主官に敗れ、疫病が流行したため退却した。曹丕は226年に崩御し、長男の曹英が、魏の皇帝となった。227年、呉の孫権、諸葛瑾らが三方向から魏を攻めたが、柴井、曹休らに敗れた。228年、毛達が、蜀の諸葛亮と内応して、魏に反乱を起こしたが、柴井に鎮圧され、また同年に、諸葛亮、趙雲が攻めてきたが、曹英が派遣した趙、曹真が撃退している。さらに同年、曹休が呉を攻めるが、石庭において、陸遜に大敗した。229年、蜀の諸葛亮が派遣した、陳式によって、武都、影平を奪われた。229年、屈斜那朝のバースデーバ一世、初めて使節らを、中国の魏に派遣。魏から、親木大月潮の仮の記任を預かっている。231年、再び、諸葛亮が攻めてきたが、両軍とも決着がつかず退却している。趙は、柴井に追撃を強いられ、蜀軍を追ったが、伏兵に射殺された。234年、蜀と呉は連携して、同時期に、魏に攻めてきたが、東では、満潮らが孫権を撃退し、西では、諸葛亮が病死したため、蜀軍も撤退した。諸葛亮が死去した後は、曹英が宮殿造営や酒にのめり込んで国勢がおろそかになったため、魏は疲弊していった。235年、魏の優秀志士、大竹氏の部下の韓流が、鮮卑族の大人の夏妃を暗殺した。238年、柴井を派遣し、遼東で謀反を起こした、公孫衍を滅ぼしている。238年、邪馬台国の卑弥呼、初めてなしめらを中国の魏に派遣。魏から、親木倭の仮の記任と、銅鏡100枚を与えられる。264年、魏の領域曹英は239年に34歳で、崩御し、その後を、養子の曹芳が継いだ。曹英は崩御の際、柴井と皇族の曹操に、曹芳の後見を託した。244年には、宮県を派遣して、高句麗の首都を陥落させるなど武威を振るったが、内部では、曹操と柴井の対立が起こり、曹操が柴井を排除して、先見を振るった。249年、柴井はこれに逆襲して、クーデターを起こして、曹操一派を逮捕、権力を掌握し、曹芳を傀儡とした。250年、王朝、王始らは、呉の慶州を攻め、主勲らに勝利し、30万石の兵糧を奪い、数千人を降伏させた。251年、柴井が死去し、この柴氏が権力を引き継いだ。252年、諸葛誕、子従が呉を攻めるが、諸葛勉に大敗した。曹芳は、権力奪還を目論むが、事前に発覚して254年に廃位され、西王とされた。その後、曹芳が、皇帝に擁立された。255年、宮県が反乱を起こしたが、柴氏が鎮圧した。そして同年、柴氏が死去し、その権力を弟の柴晃が引き継いだ。さらに、同年、王行が、蜀の脅威に侵攻され、大敗している。しかし256年には、唐もぐさが攻めてきた脅威に対処した。257年、諸葛誕が呉と同盟を結んで反乱を起こしたが、258年に柴晃が鎮圧した。諸葛誕の反乱は、魏軍26万と、諸葛誕、呉軍20万が1年にわたり激突した大戦であった。当時、柴明の権力は強く、曹髦は全くの傀儡であった。260年、曹髦はこれに不満を抱き、側近数百名を引き連れて自殺的なクーデターを試みるが、神鶴により殺された。その後に擁立されたのが、曹操の孫にあたる曹幹であった。263年、柴明は、友草、商海を派遣して、蜀を滅ぼした。しかし264年、商海が脅威と共に、益州で独立しようと反乱を起こし、混乱の中で、脅威を含む、多数の蜀将や商海、友草が討たれた。魏により、蜀が滅ぼされると、魏は機会に常時後の甲州を攻め、広大な領土を獲得することとなった。これにより、柴明は、魏の最大領土を減失した。265年、柴明は死去し、その権力を引き継いだ、柴円により、曹幹は禅譲を強要され、魏は滅びた。柴円は新たに、政信を立て、280年に、呉を征服し、三国定立の時代を終わらせた。曹幹は、政信の品格として、陳留王に封じられ、政信の八王の乱の最中に天寿を全うした。曹幹の意向も、進む、南朝宋の二王の後として存続していた様子がある。子孫は、魏の滅亡から200年以上、二王の後として、陳留王を相続した。326年、曹幹のこの名は不明だが、曹操の夜叉語である曹が東進によって、陳留王に封じられた、358年死去。363年、曹の子の曹海が後を継いだ。378年死去。383年、曹海の子の曹冷淡が後を継いだ。曹冷淡は408年死去。420年、劉裕が東進から禅譲を受け南朝宋となったが、劉裕に禅譲を進める上層に、陳留王、曹建次が名を連ねている。同年、曹建次は死去。弟の曹建州が後を継いだ。462年、死去。462年、曹建州のこの曹塾が後を継いだ。曹塾は473年死去。479年、小道成が、南朝宋から禅譲を受け南朝宋となったが、小道成に禅譲を進める上層に、陳留王、曹明が名を連ねている。同年8月、王位を除かれた。この三国定立の時代は、後に、陳寿により、三国志にまとめられた。196年、曹操は、範広氏、夏目氏らの提言に従い、屯田制を開始している。屯田制とは、戦乱のために耕す者がいなくなった農地を、官の兵士が農民を護衛して耕させる制度である。屯田制は当初は難航したが、任春らの尽力により、軌道に乗り、この政策により、曹操軍は食糧に事欠かないようになり、各地の食い詰めた民衆たちを大量に集めることができた。魏が建国されると、国境付近や首都近郊で兵士にも農耕を行わせるようになった。長距離戦の科目の一つの公連には、儒教知識人が主に推挙されるが、曹操勢力の幹部である荀彧、荀彧、郭、董昭、商鞅、花、王昭らが公連に推挙されている。曹操自身も公連に推挙されている。川勝義雄は、荀彧の主導で、曹操のもとに多くの名士が集まり、やがて名士は武将を抑えて、曹操政権内で大きな権力を持った。魏公国ができた後は、政府の重要官職は名士によって占められたとしている。曹操は、勢力圏の境界付近に住む住民や右岸族や、帝族を、勢力圏のより内側に住まわせた。これは、戦争時に、これらの人々が敵に呼応したりしないようにするためであり、敵に戦争で負けて領地を奪われても住民を奪われないようにするためである。三国時代は相次ぐ戦乱などにより戸籍人口が激減しており、労働者は非常に貴重だった。曹操軍の右岸の騎兵はその名を大いに轟かせた。魏の初代皇帝となった曹丕も紀州の兵士5万戸を河南軍に移した。220年、魏の皇帝の曹丕は、陳軍の意見を採用し、九本管任法という管理東洋法を始めた。九本管任法では、官僚の役職を、最高一品官から、最低九本管までの9等の官品に分類する。また、軍の中正官が、官僚候補を評価して、一品から九本までの合品に、分類する。この合品をもとに、官僚への推薦が行われ、新人官僚は最初は、合品の4品下の役職に就く。例えば合品が2品ならば6品間が、官僚としての出発点となる。その後、順調に出世していけば、最終的には、合品と同じ官品まで出世し、それ以上の官品へは通常は上れない。柴夷が、魏の実権を握ると、中正官の上に、軍よりも広い地域を管轄する。州大中正を導入した。これにより、権力のある者が、より介入しやすくなった。魏から、柴氏の正主にへ移行した頃から、合品は、本人の才能より、親の合品が大きく影響するようになり、合品の世襲が始まり、貴族層が形成されるようになった。官位のトップに就いた者たちについては魏では、兵役義務が課せられた、世襲軍人の家族は、一般の戸籍とは異なり兵奴と呼ばれた。魏や、正信や東進などで、兵と出身の兵士が、軍隊の根幹となった。隋、唐の時代になると、一般の戸籍の民衆から徴兵する、不平制が行われるようになった。後漢末期に戦乱による銭の不足と不白の生産増大を受けて、204年に曹操は、袁紹の支配地域であった河北を中心に不白による、徴税を導入している。これをきっかけに、魏では、都単位で不白を課すと徴税が導入されることになる。一方、曹操は208年に、董卓が廃止した五種銭を復活させ、魏が成立した221年と227年に、五種銭が新たに鋳造されたものの、すぐに鋳造が停止されている。これは、国家的決済手段が、不白に移行した後も、民間においては、すべての取引が、物々交換に戻ることはなく、引き続き銭の需要が高かったのに対応するために五種銭を発行したと考えられている。曹丕、曹植兄弟は、詩人としても有名で、曹植は、詩聖と称されるなど高く評価され、曹丕は、文学論である、典論を著作し、中国文学界に大きな影響を与えた。魏の漢、王筆らが弦楽を創始し、老荘思想を発展させた。また、竹林の7県は聖断を行い、老荘思想に大きな影響を与えた。魏の小国となった襄陽は、書道家としても評価が高かったが、特に隷書と楷書の中間のような書体である、逍遙体は有名である。魏の発明家の馬等は指南者や、水天百儀と呼ばれる水で動く、からくり人形の雑技団、楽隊を作った。また、文学史的に言えば、後漢の建安年間は曹操を中心とした文学サロンが形成され、新しい文学の形を作っていた。この建安文学の流れが、魏の時代のみならず、魏晋南北朝時代全体にわたって続いていく。それゆえに、建安年間も、魏の一時期と考えた方が、文学史的には分かりやすいと言える。厳密に言えば、曹丕が、禅譲を受けて皇帝になった220年を、魏の成立とするべきである。しかしながら、曹操の存命中も、曹操が、皇帝のように君臨して、万事を動かしていたのだから、曹操が権力を手に入れてからを、魏王朝の成立と見ることもできる。その場合、次のような時期が事実上の魏王朝の成立と捉えられる。200年、曹操軍、漢渡しの戦いに勝利して、中国北部の覇権を獲得。207年、曹操、後漢の上昇となる。213年、曹操、魏公となる。216年、曹操、魏王となる。220年、曹丕、魏帝となる。曹間の以降も進む。南朝宋の二王の後として存続していた様子がある。子孫は、魏の滅亡から200年以上、二王の後として、陳竜王を相続した。魏志倭人伝によれば、倭人は大邦郡の東南、大海の中にある。三島によって国や雄を成している。旧は百余国あった。漢の時、朝見する者がいた。今は、交流可能な国は30国である、などとある。卑弥呼を女王とする、邪馬台国はその中心とされ、30国のうちの多くが、その支配下にあったという。池田音編、当該部分の執筆は、久保添義文、世界歴史体系中国史に山川出版社、1996年、9。ISBN4 から6344461609。実際は秦末あと漢初の時代の軍雄時代に、三国時代以上に各地に皇帝が並び立った、前例が存在する。魏志倭人伝中の慶初2年は、公孫衍との戦闘の最中であることから、古くから239年の誤りとするのが、学会の主流であるが、異論もある。年齢には、諸説があり、34歳が有力とされる。新序、定紀第8、新序、定紀第9、新序、定紀第18と AB、総序、本紀第6、総序、本紀第3、総序、本紀第9、南史、再本紀上、第4。ただし、陳竜は、前年4月に、小道成の放置となったという記述もある。また、南征書には、記述なし。柿沼洋平、三国時代の宋高氏の税制改革と、貨幣経済と質的変化、初集、柿沼、宋高氏の税制改革と、貨幣経済と質的変化、中国古代貨幣経済の持続と、展開2018年、P148 から154、柿沼洋平、三国時代の宋高氏の税制改革と、貨幣経済と質的変化、初集、柿沼、宋高氏の税制改革と、貨幣経済と質的変化、中国古代貨幣経済の持続と展開。2018年、P155 から160、三国会要では大皇帝とある。史実願、三国会要、歴代帝王廟送りな年意味ナプでは、清楚とある。ありがとうございます。